ついに、日本へアメリカが、初の長射程ミサイルジャズムの売却を決め、日本への輸出を承認しました。今回は、この長射程ミサイル導入を詳しく見ていきます。ジャズム ER で、50機152億円となっていますが、これ高くない金額で日本へ導入できているんです。それに、射程も925キロと結構長い射程です。ウクライナ軍に供与されているのが300キロと考えると結構な射程距離でしょう。それと魚介類食べましょう。日本時間の2023年8月29日、アメリカの国防安全保障協力局は、日本の航空自衛隊の航空機に向けた長距離対地攻撃用の巡航ミサイルを輸出する案件を、同国国防省を通じて承認し、議会にも、その旨の通知を終えた。ここで言う自衛隊の航空機に向けた長距離対地攻撃用の巡航ミサイルとは、アメリカのロッキード・マーチン社製の AGM、158系統の一種であり、オリジナルの AGM-158A の射程距離を延伸した派生型で、AGM-158B ジャズム ER と呼称されている。ロッキード・マーチン社製のオリジナルの AGM-158A は、1995年頃より開発が開始され、3年後の1998年に、正式にアメリカ軍での採用が決定、機関部にはターボジェット、ミサイル本体にはステルス性能を備えていた。運用する航空機に、剣下またはウェポンベイに収容される AGM-158A は、主翼と垂直尾翼を折りたたんだ状態で運搬され、発射後に、この両翼が空中で開いて、亜音速で飛翔。まずは、GPS 誘導並びに管制誘導で目標に向かい、最終的には赤外線誘導が行われる。こうした形式の採用によって、AGM-158A は、当時は、敵の防空網の外側から、アウトレンジ攻撃が可能なスタンドオフ能力を有するミサイルと位置づけられ、最大射程距離はおよそ 370km 以上に及ぶと説明されている。アメリカ軍では、この AGM-158A を運用可能な機体は、戦略爆撃機では、P-52 ストラトスフォートレス、P-1B ランサー、P-2 スピリットと、現在同国空軍が保有するすべての同分野の機体で使用することが可能となっている。また、戦闘機では、F-15E イーグル、F-16 ファイティングファルコン、FA-18 スーパーホーネット、そして最新鋭の F-35 ライトニング2で運用することが可能であり、アメリカ空軍、海軍ともに、航空機の主力の対地攻撃兵装となっている。この AGM-158A をベースに派生型として開発されたものが、今回日本が導入することとなった AGM-158B ジャズム ER であり、2003年から開発が行われ、機関部をターボファンに換装。同時に、燃料の積載量を増加させ、最大射程距離を 925km 以上まで延伸している。この AGM-158B ジャズム ER の登場によって、本国のアメリカでは、2007年以後は、オリジナルの AGM-158A の製造を止めて、これに生産を一本化しており、敵の防空ミサイルの長射程化に合わせて、スタンドオフ能力の維持に努めている。ただし、敵の防空ミサイルの射程距離も飛躍的に向上してきているため、AGM-158B ジャズム ER もさらに、改良型の AGM-158D ジャズム XR の開発が2016年頃より開始されており、最大射程距離を 1900km 以上とすることが見込まれている。なお、これら AGM-158 系統の派生型の中には、空対艦攻撃用の AGM-158C ロラズムも実用化されているため、当初、日本側では、保有する F-15J イーグルに近代化改修を施し、AGM-158B ジャズム ER と共に導入する計画を起としていた。しかし、本国のアメリカでは、F-15 イーグルに、空対艦攻撃用の AGM-158C ロラズムを統合させる計画は存在していなかったため、日本がこれを実現しようとする場合には、
必要な経費が想定以上にかさむことが判明、断念した経緯がある。そのため日本では F-15J イーグルでの AGM-158C-LRAS の運用が不可能となったため、予定していた空対艦兵装の穴を埋めるべく、現在開発中の1式地対艦誘導弾の能力向上型の空発型の運用能力を F-2 戦闘機に持たせる方向となっている。この1式地対艦誘導弾の能力向上型の空発型の F-2 戦闘機への統合が可能となったとしても、そもそも同機は2035年からの退役が予定されているため、その後のカバーをいかに行うのかも今後の焦点になってくるのだろう。 F-2 戦闘機の代替機としてイギリス・イタリアとの3カ国での共同開発が打ち出されている GCAP グローバルコンバットエアプログラム、これを通して開発される有人機が空対艦兵装とともに間に合うことを祈るしかない状態だ。ただし GCAP グローバルコンバットエアプログラム、こちらはこちらで、最近ではサウジアラアラビアが第4の国として参画を希望しているとの報道もなされており、日本としては開発スケジュールの遅延もかなり危惧される。さて今回の AGM-158B ジャズム ER の日本の調達に話を戻せば、報道によれば50発のミサイル本体と付帯する機材等の総費用でおよそ1億400万ドルに達するとされており、単純計算では1発あたりの取得コストはおよそ208万ドルという値となる。2023年9月4日時点での為替レートでは1ドルは 146.16 円であるため、208万ドルはおよそ3億400万円に相当するが、これが他国と比較して妥当な価格であるのか否かは、同時期に採用した国々と比べてみることが目安になるだろう。最近ではオーストラリアが2022年7月にやはり AGM-158B ジャズム ER の調達をアメリカに承認されており、これは80発の総額で2億3500万ドルであり、1発あたりはおよそ293万ドルで、今の日本円換算だとおよそ4億2800万円ほどとなる計算だ。また少し前ではあるが、ポーランドも2016年11月に AGM-158B ジャズム ER の調達をアメリカに承認されており、そこでは70発の総額2億ドルであり、1発あたりはおよそ285万ドルで、今の日本円換算だとおよそ4億1655万円ほどとなっている。これらオーストラリアやポーランドの AGM-158B ジャズムER の調達と比較した場合、付帯する機材等が全く日本と同様とは言い切れないため、確実に日本の方が安価とは言い切れないが、少なくとも高額ではないと思われる。こうした他国からの兵器の購入に際しては、ことに太平洋戦争後の日本の場合はその大半をアメリカからの調達に依存してきたことは事実ではあるが、きれゆえにその金額が妥当か否かという点が批判の対象とされることも多々見受けられる。最近もかつてインターネット上の掲示板を手掛けて著名となった人物が、日本がアメリカから F-35 ライトニング2を調達していることに触れ、 F-22 ラプターよりも性能の劣る兵器を高額な金額で押し付けられてるといった発言が見られた。しかしご存知のように F-22 ラプターはアメリカ議会が他国への輸出を許可しなかった上、現在の F-35 ライトニングには機動性こそ若干劣るかもしれないが、後発機な分レーダーやセンサ等のアビオニクス類は格段に強化されている。そのため日本にとどまらず、多くの西側諸国が他の第4世代機の最新型と性能面の比較検討を行った結果、明らかな優位性を F-35 ライトニング2に認めており、費用対効果の面からも同機の存在は調達可能な機体の中で唯一無二の状態にある。こうした歴然とした事実を無視して F-35
35ライトニング2が欠陥機であるかのような言説を流布することは、仮想敵国である中国やロシアを結果的に利することにしかつながらないという側面をもう少し理解した方が良いだろう。ちなみに、今回、日本が調達を決めた AGM-158B ジャズム ER は、前述してきたように、F-15J イーグルの近代化改修を施す100機ほどの機体や F-35 ライトニング2での運用が見込まれているが、その他にも想定されている機体がある。それは、航空自衛隊が運用中の C-2 輸送機であり、その意味では、戦闘機への搭載に止まらず、同機のような従来は、支援用の機体にも対地攻撃能力を付与することを機としており、全22機が調達される予定の機体である。現状では C-2 輸送機には、兵装の搭載は行われていないため、ある意味では、F-15J イーグルの近代化改修版や F-35 ライトニング2といった戦闘機への装備よりも、航空自衛隊としては大きなパラダイム転換と呼べるのかもしれない。